気にしないようにね、はい、気をつけます、キワには本当に。ただキワもね、怖がったらね、キワ悪い、何でもそうだけど、そうですね、指攻めないといけない気もあるので、そう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 、はい、だから自分の体をいろいろ心配しながら、ケアしながら皆さんやってるんだろうから、はい、そうです、うん、いい選手って気がしないもん。あ、そうですね、本当に、うん、ここら辺は期待してますよ、はい、うん、プレッシャーかけるつもりはないけど、これまでね、ちょっと怪我が、一度は大きい怪我あったって聞いたんで、はい、これいい教訓にして、はい、うん、13秒20ぐらい、20ですか、あ、2目標、目標、目標ですか、いや、目標12秒台ですね、はい、でも13秒0までいったので、はい、あ、そっかそっか、はい、この間が24かなんかだったんだよ、この間がそうで2とかでしたね、はい、でしょ、はい、あ、そうか、12秒台出るんだ、はい、出せるようにしっかりと、出せるよ、はい、頑張っていきたいと思います、うん、出せる出せる、12秒台だったら世界記録はいくつ、12秒80なんですよね、すごいですね、はい、これでかい、結構でかい、身長、身長ですか、でかいです、でかい、はい、これ論文で打ち回さなきゃ、はい、でかくて足がもうすごいずらーって長い選手ですね、何キロ詰まっちゃうと思うんだけどな、トップスピードだやっぱり、そうですね、うん、もう本当その間をうまく刻める選手、そうでしょ、それ絶対あると思うし、はい、10代あるわけじゃない、はい、これ10代のペースってあると思うんだよ、あー、ペース、はい、あるでしょ、だって全部同じスピードでやってないもん、はい、ありますね、でしょ、はい、うん、でだからダッシュって言ったらどういうイメージする？ダッシュですか？もうダッシュって言ったら大体最初から全力で疾走するイメージ、うん、ダッシュって言われたらどういうイメージする？ダッシュダッシュっていうふうに言われたら、ダッシュって言われたらもう全力疾走でしょ、はい、ね、ランニングって言われたらどう？まあ、気持ち、まあ、半分とかそのくらいで、はい、ジョックって言われたらでも2割とかその方が、うん、これ日本語にすると何？日本語にするとですか？今の3つを日本語にするとどういう意味？日本語にするとですか？日本語なんでジョギ、え、普通にあれですか、ジョック、ランニング、ダッシュ、あ、日本語は一つでしょ、軽く走るとかですか、うん、全部走るじゃない、はい、全部走るでしょ、はい、軽く走る、速く走る、はい、ね、普通に走るとかって訳さないで、はい、そうですね、でもイメージはそうだよね、はい、速く走れっていうよりダッシュした方が速いじゃない、はい、フェイオート便利なのよ、その中にもう一個あるんだよね。知ってる？走るに。もう一個ですか？ホイールってあるんだ。ホイール？うん。走るな。このイメージは、そのスピードを維持しろ。維持して走るっていう意味なんだ。はホイールって言われると、はい、トップスピードを頑張って維持する雰囲気ってあるらしいよ。だから、言葉の使い方もすごくね、大事。だから便利な言葉を、日本語の便利なところ。ね、英語の便利なところ使った方がいいと思うよ、はい、うん、ホイール、はい、だからコーチが言うらしいよ、うん、200なんかは落ちるじゃない、はい、そう、どうしても落ちる、トップスピードになってそれ。でも 110m ハードルのこの感覚ってきっとね、全部同じじゃないと思うの、だから使わない、はい、だから使わない、はい、うん、どんな人でもね、たまに、はい、それを一個一個の感覚の他の選手も含めて、どこが一番速くて、どこが1番目、2番目、3番目、4番目ってあるんじゃない、はい、これも研究だよ、そうですね、やってよ、はい、やってよ、一緒にやろうよ、あ、やりますよ、お願いします、一緒にやろう、